まあ今度の連休の暑かったな。もう土日月もうすごかったですね。あのもう今日は曇ってますからちょっと気温低いんですよ、実はですね。まあこの3日間の暑さ、もう熊本弁で言うのはノーフッダっていうそうですよね。まあそれはまたともかくとしてですね、で昨日実は気がついたんですけど蚊がいないんですよ店に。あの梅雨まではですね蚊がいっぱいいてですねシューってやりよったんですよ。ところがもう最近は蚊がおらん。やっぱもう35度超えるとですね蚊もおらんとでしょうね。もうびっくりでございます。あ、ところでですね新しいお友達を紹介。はい、ちびっかぶんちゃんです。はい、これはですねあのまず呼ぼうかな。はい、ちびっかぶんは優しいか人を刺すのが嫌だった。なじゃこれみたいなですね。あの実はこれですね、昔はあのお母さんと一緒で流れてた歌なんですよね。あの非常に優しい、あのいい歌だったですね。あのこの歌はですね、やっぱ人を刺すのが嫌だったからいつもお腹を空かしてましたって。で確かね、確か亡くなったのかな。でもほら天国の方行って綺麗な星になりましたみたいな非常にまあ可愛い歌だったですね。はいはい、ではではでは、はい、ではここからまあいつものお約束。はいはいはい、よいしょ。いやーすんません、ね、もう話が長くなってしまいました。はいはい、では7月の10、今日は7日だったかな、7日ですな。はい、火曜日火のように暑苦しく8時までよ、いつものお約束。今日も元気に営業中。ちびっかぶんは優しいか下水のお水がふるさとで、ちびっかぶんの兄弟は3330匹っていう歌でした。